東京で、自衛隊による大規模接種が、スタートいたしました。自衛隊と、民間の方々が、一体となって円滑かつ効率的な接種を進めている現場を私も視察をさせていただきました。大変、楽しく感じたところであります。そして、高齢者以外の一般の方々でも接種券があれば予約ができるという、体制を作らせていただきました。2月7日からは大阪でも大規模接種会場を始めることにしております。接種券が届いたならばスピードを優先で3回目接種を受けていただけますようお願いを申し上げたいと思っています。